コンセプシオンは、チリ中南部にある、商工業都市で、ビオビオ州の州都。首都のサンティアゴから南西へ、約341キロ離れている。ビオビオ川沿いに位置し、近郊には、太平洋への外交のタルカワノがある。チリ第二もしくは、第三の都市と呼ばれ、人口は29万2589人。コンセプシオンは1550年。 コンキスタドールのペドロデバルディビアによって、ビオビオ側の北岸、現在のベンコ地区に創設された。設立当初の町の名前は、カンセピシンデルヌエボエクストリモであった。入植者は、チリ人、スペイン人の領土とマプチェ族の土地の間のら、フロンテラ地区の北側数キロメートルに住んだ。マプチェ族は、アメリカインディアンの部族で、 1870年代まで抵抗を続け支配されることはなかった。入植はスペインの艦長によって公式に認められており、2年後には王室の法によって認められた。現在も使用されている支障もこの時与えられた。コンセプシオンはチリ王国の軍の重要な拠点であったが、1554年に侵略、破壊され、1555年に再建された後、再び、 スペイン植民地下の初期に起きたアラウコ戦争でマプチ族に破壊された。ガルシア・ウルタードで面倒さがやってきて、アルトでピントに砦を築き町を修復し、1558年1月6日にヘロニモデ・ビリエガスによって町は再建された。この後2世紀にわたり、町はマプチ族に対抗するための軍隊の拠点となり、人口は1万人に増えた。 1564年に町はマプチ族に包囲された。1565年から1575年まで、スペイン植民地時代最も重要な政府組織であったアウディエンシアがコンセプシオンに置かれていた。ビオトレンというチリ国鉄市会社の近郊電車が運行されている。チリのサッカー一部リングプリメイラディビシオンのウニベルシダでコンセプシオンの本拠地である。 ありがとうございます。